宝払いに括弧がされてて、なんか1、2回ね、1巻でも印象的に、さあこれ最終回で回収されますよと言わんばかりの、マジでありえそうだな、シャンクスの。ルフィ幼少期サイズのシャンクスの墓。1200なんとなく。1200はありがとう。カイドウに、お前はどんな世界が作れる麦わらで、ダチが腹いっぱい飯を食える世界みたいなね、言いながらぶん殴りましたが、そこも回収できる夢の果てというかね。まあ肉が絡んでくるのもかなり可能性高いというかね、確率が高いというか、重複しますけど、私が最も注目している扉へと言っても過言ではないかもしれない。第100話伝説が始まったと、第1000話、モンキー・D・ルフィの同じ構図の扉へね、ワンピースのロゴのね、王が渦巻きになってて意味深なロゴがあり、でど真ん中には笑うドクロ、二角帽子をかぶったねドクロがボンってあり、で口から金貨がブワーって出てる。だからこそワンピースイコール金メダル説ってね、これも一つの根拠ではあるんですけど、この時この100話と1000話どっちもルフィ肉こうやって持ってんだよね。カイドウ倒した後気絶して治療を受けてて、復活した時もルフィはね肉っつって復活した、ゾロは酒っつって復活したみたいなね、生と死と肉と、なんかその辺はなんかこう紐づけて描かれていく感じはするよな。だって岩ちゃんにマゼランの毒をこう治療してもらった時もね、多分開口一番肉だったよね、確かあれも。生と死と肉とか、ニカと肉とか、なんかその辺は紐づきそうだもんな。食べ放題の世界、オールブルー。肉だけじゃなく、牧野さんがやってた酒場とか。そうだね、夢の果てとか、まあワンピースとかと、こう、宝払いがね、紐づくと一番気持ちいいというかね、あれの回収、まあ宝払いに括弧がされてて、なんか1、2回ね、1巻ででも印象的に、さあ伏線ですよって言わんばかりのね、さあこれ最終回で回収されますよと言わんばかりのなんかセリフに感じる宝払いね。これがどういう風に肉で返すとか、どうなっていくのかっていうね、肉が関わりそうな予感がするんだけど、なんかうまいこと説明できねえんだよな。肉、夢の果てに肉が関わる、飯が関わる、ダチが腹いっぱい飯食える世界みたいなね、その辺が関わるだとして、なんかうまいこと肉を夢に結びつけることが難しいというね、言語化能力が試されるみたいなことなのかな。小田先生も散らすよねってね。まあここはフィニッシュブローだもんな、夢の果てはね、さすがに、ここでは言わないだろうっていうね。指丸さん1220ありがとうございます。いやーもっちゃん熱い展開が続いてるねと。今週誰もつかなそうなところで話すと、アシュラとイゾウの刀と銃、白ひげやエースのところでもだけど、お墓にはその人を象徴するものを、そして最終回立派な海賊になったルフィは麦わら帽子を返しに行くと、シャンクスのお墓に。うわー悲しい結末を想像している人がいるぞ。シャンクスのお墓に麦わら帽子を返しに行く立派な海賊になって、預かった時1話と最終回の対比の構図、お墓イコール小さくなったシャンクスイコール子供ルフィ、もしかしたら眼帯をつけてるかも。うわーもう泣いちゃうなーこれは。うわお墓がちょうど小さい頃のルフィのサイズと一緒とか、マジないじゃな、その演出。うわやめてくれが出てる、ありえそう。そんな返し方嫌だ。だからシャンクスがちょっとね、中腰になって小さいルフィにこうね、頭に麦わら帽子をこう被せるっていうのの比較で、大きくなって立派な海賊になったルフィはシャンクスに帽子を返しに来るんですが、それはもうね、シャンクスはもう亡き天国に旅立ってしまっていて、そこの墓がちょうどルフィの幼少期と同じサイズぐらいになっていて、第1話のあの構図のオマージュが最終回でぶちかまされると。だいぶあの悲しい物語ではあるんですが、物語としてはだいぶ綺麗だし、鳥肌はドーンってくるよね。そのオマージュはありえそうなく、ワンピースの正体とかよりもさらに先だよね。最終回予想だよね。これに着手してねえんだよな俺。ワンピースの正体とか、まあ、最終決戦とか最終回付近の考察ってしてんだけど、最後の1ページ何になるかみたいな考察でしょこれ多分。いやここ考察したいようでしたくないようでみたいなね、ちょっと微妙なところなんだけどな。これはもう小田先生が何を考えているか解き明かせとかじゃなくて、こんなラストがいい、こんなラストがありえそうみたいなのをみんなで想像していくっていうのはなんかこう楽しいのかもな。ワンピース最後の1ページこうなるみたいなね、マジでありえそうだな、シャンクスの。
ルフィ幼少期サイズのシャンクスの墓。あとこれもほんと細かい話ですけど、俺ユデロンさんが語呂合わせとかで、あと技名とかの考察がすごい得意なイメージがあって、なんかあの逆に避けてるのがあるんですよね。で技名に関してはなんかユデロンさんはどうせ超えらんねえから、あの俺も技名やめたみたいな、なんかそういうの。ねえ、俺全然無理だよ。マジ技名はでもやった方がいいと思うな。でも技名が覚えらんねえんだよな。技名は本当に、まあそうですね。まあ俺もバジュラングガンだけはもうめちゃめちゃ頭にバーンって入ったんですけど、バジュラングガン、なんかムカついたらバジュラングガン、かっこいい、かっこいいっすよね。ネ、ね、ーミングも全部だ。ムカつく上司は全員バジュラングガンっていう感じで、バジュラングガン。そうなの。俺はまあゾロの技とかの方が結構好き。あ、ゾロのどの技が一番好きとかあるっすか。俺の好きなポイントはダジャレだからね。あー、なるほど。好きっていう技は、あの、猫に小判ですよ、やっぱり。うわー、出た出た、猫マウシの、猫に小判が、うまっ。いや、そうっすね。うまいな、確かに。あの、エビマヨネーズおにぎり、はい、エンビマヨネーズおにぎり、やりすぎだろ。はいはい、やりすぎだったな。そういうのあるよ。小田先生マジか、それで行くんかみたいなのありますからね。俺はあの、あ、とにかく熱いのが好きなんで、俺グングニルが一番好きですね。グングニルが技で言ったら、グングニルが好きなの。グングニル、あれか、神々の行くにまでみたいなのが、俺あれが一番好きなんで、グングニルが。そうなんだ。熱いのが好き。ただの昇竜拳でしょ、あれ。ただの昇竜拳って何なんですか。俺が一番好きなんですよ。昇竜拳じゃないの、あれ。いやいや、せめてファイヤー昇竜拳だろ、多分。せめて何の話なんですか。グングニルね、はい、グングニルが好きだ。名前でしょ、だろそれ。いや、もうあいつの、ハイルリン、巨人も好きなんだ。ハイルリンのあの、腕一本残ってるや、敵将の首も取れるみたいな、あの辺が好きなんですよね。もうあんま、みんな違うんだな。みんな違う。いや、ちょ、ごめん、わかんない。あんま分かってくる。いや、なんで分かんないですか。あの名シーンをなんで分かんないですか。ルフィにワンパンで倒されたやつとしか記憶にない。ごめん。ドレスローザイもう一回読んでくださいよ。もうハイルディン激アツなんですから、あれ。腕一本で誇り高く戦う姿なんですから。最終回とか最後の一コマ決まってるとかって話あるじゃないですか。ありますね。なんか考えたりすることあります。いや、一瞬考えたけどね、俺結構ありがとうみたいなタイトルかな、マジ。いや、予想ね。うわー、悲しい。なんか多分泣いちゃうな、それ。ありがとうなんですか、最終回。1200は。なんとなく。1200はありがとう。なんとなく、読んでるとか。鳥肌だって。1200はありがとう。最終話のタイトルの予想って確かにあんまされてないな、考察会。フルトンってどんなのだと思ってます、今現在。空船。あ、空船だと思ってます。思ってる。あ、俺、まあ、違うかもしれないけど。俺、箱舟マクシムのでっかいバージョンだと思ってるんですよ、俺は。あ、まだ、それで、そんな感じ。あ、ほんとですか。さらに、要は、ダイヤル。はい、はいで、動くよ。で、さらに、多分、なんかの硬い石とか、鉱石で、オーネグリフの石なのか、まあ、動画でも言ったけどね、はい、そういう黒い石で作られたやつ、みたいな。はいはいはい。結構似てんだよな、プルトンに関する考え方が。俺は、まあ、あの、今度マクシムで、で、黄金がめっちゃ使われて、雷雲を生み出す装置だと俺は思ってるんですけど、なんかそこの。その黄金が、俺は、黒い、オーネグリフみたいな石。はい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 。空飛ぶ船までは一緒で、そっからこう、俺と、は発生してるんですよね、多分ユデロンさんの意見。でもね、空飛ぶ船って、まあ、要はなんでかっていうと、はい、ウォーターセブンで作られたでしょ、それと、はい、これを我が国に持っていくには空飛ぶか下行くかだけなのね、はいはい、でも下バージョンもあるなっていう。上は空飛べば行ける。あとは魚人島の最初の方に出た深層海流、深層海流で行けばまあ運べるか。だから潜水艦かもしれないし空飛ぶ方かなって。でもどっちかっていうと空飛ぶ方だろうなっていう。で、多分、動かない、はい。あ、だから直さなきゃいけないっていう設定になってそうっていうことですか。まあ、そうかもしれないし、とにかく、開国しないから、軍人者が何しに来たのか知らないけど、帰ってくる。じゃあね。帰って、帰ってきました。開国するときにプルトンも多分動くから、なるほど。で、最終章のときに多分飛んでくるんじゃない。開国って何だと思います。ズニー社が必要なのはもう分かってるんですけど。開国は、俺の中では、開国って通常、受け入れるでしょ、人を。そうですね。自由貿易にするというか、そう、貿易を受け入れるみたいなことですよね、開国って。一般的にはそういう感じだけど、逆に、あの、輸出で侍が出てくるんで、はいはいはい、まあ、ヤマトが言ってるんですよ。侍たちを世界に解放するんだ、みたいなことを言ってるんで、ね、多分、はい、侍たちが世界に行くことが、むしろ開国。だからまあ、戦いに行くんじゃないか。え、ズニー社がいないなら開国はないって、これ、五郎星の発言あったじゃないですか。ズニー社に乗ってっていうことですか、言ったら侍たちが。多分乗るか、プルトン乗るか、はい、どっちかなのかわかんないよね。はい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 。まあ、とにかく、和の国から出てくことは開国かな、イメージだけど。はいはいはい、はい。じゃないと、話が合わないんだよね。
俺一回クリムゾン先生のチャンネルに声だけで出演させていただいたことあって。え、声って何、男優？いやいや、だけ大優じゃないですよ。攻めるやつじゃないの、あの変な海賊が。違うの。おこれがいいだろうとかで、そう、敵なんか変なおじさんの声じゃなくて、あ、ごめん、ゲストとしてやらせていただいて、いやもう俺もだからクリムゾン先生にはもう本当にお世話になってるんで、もう全国の男性を代表してあのお礼からまずは入ろうかなと思ってるんで、ぜひお願いします。年食うとさ、はい、AKB もう AKB もそうだったけど、はい、覚えられ、外国人もそうなんだけど、はいはい、全員同じに見えるの。あ、マジで全員あの、はい、韓国アイドルとか全員が俺同じに見える。どの辺ですか、モーニング娘。も全員一緒に見えた。まだみんな違く見えた。かごちゃん、辻ちゃん、あ、安倍夏美さん。まだ大体、あそこぐらいまでか。あの辺はまだ区別ができてますか、あの辺はまだ。ギリ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 で。あの金髪か、あのさ、よくあるショートかギャルゲー、いや、はい、そう、ギャルゲーみたいな人だよね。あの水色の髪型と緑色の髪型の、あ、なるほどなるほど、ギャルゲーで、ギャルゲーのシステム。同じような服着られたらもうちょっと無理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 。時々さ、なんか友達コーデみたいなやついるじゃん、はいはい、全く同じ服着てる女子、はい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 、あ、友達コーデ、はい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 、どういうことなんだろうなと思って、すげえと思って。なんでこれどういう意図と思って。いや、まあ仲良しをアピールしたいんじゃないですか。そっか、はい、分かった。俺もモッチーさんと同じ髪型にするわ。いやいや、悪かった。ちょ、俺が髪その仮面買おうと思えば買えんすか、もしかして。ゆでのんさん、もう特注っすか。いや、買える、あ、買える、言っていいっすか、それ。結構しっかりしてるっすよね、そのマスク。なんか4万8000円ぐらいしそうだもんな。仲良しアピールだったら俺が仮面買った方が早いじゃないですか、言ったら。仲良しコーデすんだったら。いや、いい、恥ずかしいよ、あんなもん。いやいや、仲良しコーデしようよ、気持ち悪い。絶対モテないよ、あれ。あのキャラ。気持ち悪すぎるだろ。それが誰が喜んでくれるかわかんないですけど。誰も喜ばない。誰も喜ばない。絶対誰も喜ばない。ゆでのさん、はい、あのどっか休みがあった、休みというか、まあ無理やり作ろうと思えば作れるし、もうゆでのさんのとこ遊びに行きますわ、俺。そしたらいいよ、来なくて。大丈夫だ、大丈夫。お酒飲み行きましょうよ。いいお酒がないとダメでしょ、これは。もういや全然いいけど、はい、あの前々から言って、あ、レッドラインがいっぱいあるんだよ。だからあのね、まず予約する、はい、嫁を超える、ね、嫁のレッドラインを超えて、何なんすか、嫁のレッドライン。仕事とかのレッドラインとかいっぱい、レッドラインいっぱいあるんだから。何なんすか、嫁のレッドライン、嫁のレッドラインっていうパワーワードは何なんすか。レッドライン超えないといけない。いやいや、いいっすよ、別に。あの、いやもうちょっとあのどっかでちょっと飲み行きましょうよ、マジで。この後何もないなら俺このままずっと喋れますけど、どうします。終わんないと緑牛が来るから。終わんないと緑牛が来ちゃう。緑牛来るよ。